おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青緑、ラッキーナンバーは2です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。ペンタクルの4の逆位置が出ました。強欲になり自分を見失う。お金や物への執着が悪い方へと向かっていきます。物欲や合理的な考えから決断したことが、計算違いの結果をもたらすかもしれません。何事も大きく儲けようとはせずに着実に歩を進めることが有効です。あなた様が求めれば求めるほど、事態が悪化する可能性を暗示しています。良かれと思ってしたことが、麻薬の出来事を引き寄せる場合もあります。有害な人々との関係を解消したり、悪い状況を解決したり、古い問題を許したり、後悔や恐れを手放したりできる状態にあります。寛大で、他人に自分のものを分け与えることによってあなた様の富や所有物を共有するようになるかもしれません。ただし、共有するならば極端になりすぎないように注意してください。極端になりすぎるといいように利用されてしまう可能性があります。また、盗難やギャンブルにより貴重なものを失うかもしれません。暴走して無謀な行動をしていることを示しています。今まで抱えていた恐れと憤りを手放すことをお勧めします。抱えていた恐れ、後悔、そしてネガティブな考えを手放すにつれて正しい方向に大きく進歩するでしょう。心を開いて寛大な心を持って物事に取り組むことができるはずです。2枚目めくっていきます。ワンドの4の逆位置が出ました。現状に喜びを探す。取引や約束がキャンセルされて失望することになるなど、信頼の基盤が不安定になります。周囲に非難が増えてきたりするかもしれません。あなた様がリラックスできる場所があれば、しばらくその場所で過ごしてみてください。逆転の発想が成功をもたらします。今までのやり方にこだわらず、違う手法を取り入れたり、周囲のアドバイスに耳を傾けてください。自分の考えに固執しなければ、思いもよらない幸運なチャンスが舞い込むでしょう。新たなものを手にするのを諦め、今の環境に喜びを見出すことになります。物事に受け身になっている状態を示す場合もあります。前に進もうとする気持ちは素晴らしいものですが、時には一休みすることも大切です。感情がネガティブになってしまう経験をすることによってあなたは自分のことを疑ってしまうかもしれません。自尊心が低くなってしまうかもしれません。今までは非現実的な理想の世界を見ていたのかもしれません。現実的な面が見え始めてきます。ワンドの4の逆位置の意味は約束が守られる、恵みを受け取る、不安、不幸な家族、再会のキャンセル、家を出る、寛容ではない、体に合わない、自分を疑う。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。